地元の区議会議員鈴木直之でございます。昨日新設する繁華街であります江戸川区 JR 小岩駅北口で殺傷事件がございました。私外国人問題、特に、興味を持って取り上げている区議会議員でございますので、この問題も非常に興味を持って、ニュースウォッチングしております。どうやら中国人の被害者、そして加害者も複数の中国人というニュース報道がなされております。複数の犯行による殺傷事件というのはやはりこれは治安上も非常に大きな問題であると私は考えております。行政からもこれは総務報告としてしっかり受けなければならない。地域の安心安全な街づくりに対して私は非常に脅威を感じる事案であると考えます。なぜかと言いますと外国人犯罪の中でもこういう複数な犯行によるというのはいわゆる準暴力団という言葉が実は警察用語にございますけれども、日本の暴力団は暴力団対策法や防犯条例によってしっかり対策がなされております。ところが外国人犯罪組織というのはこの範疇に外れて警察庁が準暴力団指定したとしても実は法律にもそして防犯条例でも対象とされないのが外国人犯罪組織なんですね。しかし、こういう治安事件というものが起きますとやはり、これは法的にもしっかり対処していってもらわないと、地域の安全安心、特に、毎年のように小岩駅周辺では捜査本部が立つような事件というのが起きております。物騒な街ランキングで都内でも上位に入るような残念な結果が出ております。こういう小岩駅と隣接している葛飾区としましてもね、やはりこれはしっかりと外国人犯罪、特に準暴力団と言われるような犯罪組織に対する対処というものを私はしていかなければならない。でこういう言いづらいことを実は区議会議員がちゃんと発言して、そして議会を通して行政、または警察に対してですね、対応策を求めていくということが、地域の安心安全な街づくりに私は不可欠な、重要なことだと考えております。私はこの生まれふるさとである葛飾、そして東京を守っていくという立場からも、今準暴力団と言われるような外国人犯罪組織でこういう殺傷事件が起きた後だからこそですね、しっかりと新たな法整備も含めて、対応策を練っていただきたい。私も行政の方には、そのような、強い、意思を伝達していきたい、それを考えております。この地元で生まれ育ちました、地元の区議会議員鈴木信之でございます。いってらっしゃいませ。気をつけていってらっしゃいませ。おはようございます。地元の区議会議員鈴木信之でございます。おはようございます。いってらっしゃいませ。